どうもレイです。今回ですけれども、思わずね爆笑してしまったね記事の方をご紹介したいと思います。そのね記事の内容っていうのはね、お前 LINE スタンプじゃねえか、トイレに閉じ込められ LINE で公式アカウントに助けを求め続けてしまった人に爆笑っていうね、これね LINE ニュースさんの方からねちょっと引用させていただきます。この記事の主人公は脳みそさんって方なんですが、家のトイレの鍵が壊れてしまい、この悲劇と喜劇を起こす結果となりました。脳みそさんがトイレに閉じ込められたのは夜の22時28分。家族に助けを求めるべく LINE で囚われの身出してくれと LINE トークを家族に送ったつもりでした。しかし既読はつくのに家族からの反応はありません。焦る脳みそさん、既読無視、トイレで一生を得るぞ、食べるものなくなったら芳香剤食うぞと家族に圧をかけていきますが、やはり無反応。この時点で閉じ込められてから5分が経過しています。いよいよ焦りは頂点に。おいおい、まさか見殺しになんてしないだろうと送りますが、やはり既読無視。さすがに何かおかしい。そしてついに異変に気づく脳みそさん。画面左上をよく見ると、え、お前 LINE スタンプじゃねえか、殺すとトークが急展開を迎えます。 LINE スタンプアカウントが自動で返信するタイプであれば。この後脱出できた脳みそさん、翌日無事脱出できたので大事に取っておいた期間限定のキウイ味のパピコを食っている、うまいと無事を報告しています。家族からの既読無視じゃなくてよかった。記事はねここまでなんですけれどもね、このリプライ欄でね、私もその時は芳香剤食べますとか、ごめんめちゃくちゃ笑っちゃった、理不尽な殺意が LINE スタンプを襲う、突然の殺意、まさにリアル脱出ゲーム、囚われの身わらわらといった声が寄せられていました。まあ多分ねこの記事自体はネタだとは思うんですよ。ただこういうネタもいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。まあ私他にもね、多く見るって言ったら猫とか犬の記事とか動物の記事結構多く見ます。そういった記事を見ながら心をね癒される時間、これも時には必要じゃないかなっていうふうに私は思います。やっぱこういった笑える記事ね、この大変なね時だからこそね、こういう記事をね思わずね探してしまう自分もいますし、で見てねやはり笑ってしまったりとかね、ほっとしたりとかってさせてもらってます。こういうね面白い記事を一つ見つけたら必ずね関連記事を見てみてください。少しねニュースソースは古くても結構面白い記事ねたくさん乗っかってきます。もう一つだけね、面白い記事をね、紹介したいと思います。これに2014年の記事なんですけれども、同じね、LINE で縦読みを使って告白したら、すでに縦読みで振られていた男の悲劇っていう風にあるんですけれども、これ文字の方をね、起こしますんで、これを見ながらね、私読んでいきますね。俺の好きな人の話？まあ、わかるでしょ？笑。心当たりないよ？笑。え、バレてると思った、ガンガン6年片思いよ、笑。6年も好きすぎて6年も笑。好きなところはその人の、気づいた時にはもうてんてんてんね、笑。続婚なんだ、笑。だねー、笑。縦読みしてみ、最後のうちがこっちも縦読みだわ、キモっていうねところで終わってるんですけれども、これ縦読みするとね、お前が好きだで、相手はね殺すぞっていう風に入ってるんですよね。それでねこの記事のねコメント欄にね一人ね粋な人がいましたね。これもちょっとね文面で起こしますので、これ読みますね。ややこしいな、振られたぜって言っておきながら、入力欄に
送信前のスクショ、設定間違っていない笑、騙されている人いるのかな、こんなログでもない投稿に、で縦読みをするとやらせだろってなるんですよね。なかなか粋じゃないですか。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。